改装前の駅舎駅に入る455系、駅ホームから万代町駅は、福島県山郡万代町大技万代屋座、東松山にある、東日本旅客鉄道番越再線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。構内は広く側線が多数付設されている。ホームは、駅舎や道路より高いところにあり、駅舎との間を地下道が結んでいる。駅舎は木造だが、 2010年に改装され大切に使われている。また、改装に合わせて従来の地下道を延長して、東側とつなげ東西自由通路を設置した。ホーム上の上屋なども木造で電気設備に外資引き配線が残るなど古くからの雰囲気をよく残している。合津若松駅管理の簡易委託駅、ポスター松の設備がある。 窓口の営業時間は7時20分16時40分となっており、営業時間以外の近距離乗車券の購入は、東西自由通路の中央に設置されている簡易自動券売機で購入となる。かつては、稲わ城第二発電所及び稲わ城第三発電所建設時に、東京電灯の専用軌道である大事、専用鉄道が当駅に接続していた。また、 当駅の西側に、荷卸し場が設置されていた。明治、大正時代は東に伸びる形で、列車の暴走を防ぐための避難線が付けられていた。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は105人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。駅周辺は、万代町の中心である。ありがとうございます。